私ね、この委員長やってたのずっと。賛成派と反対派が党内にいるから両方が爆発しないようにしてくれって頼まれてずっと委員長やってた。自民党ではどっちが多いですか？数を数えたことはないけど 6-4 ぐらいかな。4が選択的夫婦別姓を認めろ、6が家族制度が壊れるからやめろみたいな。石原さんはどっちの立場？もうこれ言わないの、委員長だったからずっと。委員長ってのは要するに中立じゃなかったらさ、物事がまとまんないじゃない。これは僕の残ってる宿題なの。政治の世界に復帰させていただいたら、こういう議論に議論を積み重ねてコンセンサスを作っていくみたいな仕事をしたいですね。